今回みんなに集まってもらったのは、日本統一50が U-NEXT で独占先行配信されてるって話だ。マジっすか。おー、なんだ、U-NEXT で見てくれてる客が増えてるって書いてあるよ。おー、ありがとうございます。増えてるところじゃないですよ。その49から新作が出るたんびに、なんかレンタルの回転がバーッと一番上がっていって、今はもうランキング1位になってるらしい。新作出るたんびですからね。過去の配信も全部見れるらしい。一からずっと。あ、すごい、すげえ。まあ一番俺が言いたいのは、今日本統一50が見れるのはU-NEXT だけってことなんだよ。うわ、それはすごいな。それはすごいよ。よし、映画を見るなら U-NEXT。